先皇のの育ての親1890年10月12日、福島県山郡、長瀬村に生まれた。合図中学を経て、1910年9月12日、海軍兵学校41期に入学。同期生に、草刈英二大田稔、星名善士郎らがいる。1913年12月19日、 118名中47番の赤字で卒業。少位候補生として練習公開20時。1914年8月11日、巡洋戦艦、比叡に乗り組み。同年12月1日、少位任艦。1915年10月1日、防護巡洋艦、竹馬に乗り組み。1916年12月1日、中尉に昇進し。 海軍水雷学校普通科学生を拝命。1917年6月1日、海軍宝術学校普通科学生を拝命。同年12月1日、第二潜水艇隊付け。1919年12月1日、大尉に昇進し、海軍水雷学校高等科学生を拝命。1920年12月1日、第十三潜水艦に乗り込み。 1926年12月1日、海軍少佐に昇進し、ロゴを第18潜水艦艦長に任命。1937年12月1日、海軍大佐に昇進し、第8潜水隊司令に任命。1938年12月15日、空母、大クジラ艦長に任命。1939年11月15日、空母、 法省検表的艦、摂津艦長に任命。千代田公表的1940年8月20日、原田は千代田艦長に就任する。千代田の艦首は水上規模艦であったが、実際は敵艦隊への奇襲を実施する予定であった特殊潜航艇、公表的の母艦である。原田は責任者として日米海戦直前の特殊潜航艇搭乗員の 訓練に当たった。原田は、主護で、また親分肌でもあり、決起に流行る、少層軍人の教育には適任であったという。原田は、公表的の戦力家に努めたことで、特殊戦航艇育ての親と言われる。この時の訓練は、特殊戦航艇を艦隊決戦において使用することを想定したものであったが、艦隊決戦が正規しない場合の特潜の使用法が、 課題となった。そうした中で、岩佐直次松尾義から搭乗員から特殊潜航艇,艇による海戦壁頭に敵の港湾に侵入して攻撃する実行案が原田に提出された。原田は、この計画案をさらに具体的な案にして軍令部作戦化潜水艦、作戦主務参謀、有泉龍之助中佐に相談して、 同意と所見を得て、連合艦隊司令長官、山本五十六大将にこの公表的の作戦を意見具心した。山本は、この一支暴行の機種案に感激したが、攻撃後の収容が困難なため採用しなかった。岩紗らが、さらに改善策を作り、連合艦隊水雷参謀の有馬交代中佐を、通じて、さらに数回陳情して、採用に至った。 1941年12月8日、佐々木半九隊佐が指揮する特別攻撃部隊は、潜水艦5隻、特殊潜工艇5隻で構成され、真珠湾攻撃に参加。岩佐直司、横山正春ら特殊潜工艇搭乗員9名が、戦死して旧軍神と呼ばれることとなった。原田は、捕虜となった、坂巻和夫を含め従軍神とするよう働きかけたが、 認められなかった。1942年6月、未作戦に従事、その後キスカ島への輸送任務に従事した。同年11月1日、少々へ昇進。南東潜水部隊指揮官として、ラバウルを基地に指揮を取り、増援遮断や潜水艦輸送を実施した。第33特別根拠地帯1944年8月5日、 第33特別根拠地帯司令官に就任。フィリピン防衛の一翼を担った。原田は第33特別根拠地帯司令官として、フィリピン防衛のためセブ島に基地を設けた。0手湾攻撃を命じられていたが、損害が大きくなるだけであると判断し、特殊戦航艇による輸送船団の攻撃を図る。特戦潜航艇のうち中核となったものは、 かつて、原田の訓練を受けたものであった。原田は、戦場となる、ミンダナオ海を航空機に搭乗して視察し、見張り所、前進基地、補給基地を整備した。内海という好条件に加えて、搭乗員や整備員に熟練者を得、8隻の特殊潜航艇を持って、日本側によれば20隻撃沈を報告。ただし戦後確認された戦果は、 駆逐艦一隻の撃沈である。特選の被害は、未期間1、廃棄処分2であった。セブ島への米軍の上陸を迎え、残存艇は自沈措置が取られた。終戦直後の1945年9月25日、死去。戦病死とも、自決ともされる。同日、海軍中将に特進。原田は、地商会会員でもあった。海兵卒業時。 後列左原田、前列、右草刈り。前列左は、高田武雄。ありがとうございます。